おっぱい。最高か。OK です。僕ですね、宇都宮の高校3年生でヒッチハイクとかチャリとか徒歩とかいろんな手段を使って旅したりだとか、あと路上で路上ライブ歌ってみたり、何か物を売ってみたり、例えば自分でミサンが編んだりとか本を売ったりとかしていろんなチャレンジをやってます。今回こっちのミヤフレンドリーのヒロくんの方で宇都宮なんだっけ、宇都宮で輝く人だっけ、なんか俺が言われたんですけど、何のことかよくわかんないですけど、とりあえず頑張って喋っていこうかなと思います。もしよかったら見ていってください。じゃあす、今俺がやってるのは夏休みにヒッチハイクで松屋全部牛丼家を出発して食べたい、埼玉入りまーす、イエーイ埼玉という名目で日本一なんか食べたいですけど、それの楽しみの旅行みたいなのを毎日これ日記を書いてて、その日記をパソコンでブワーって俺の旅の自伝本を作っちゃったんですよね。そう、高校3年生で現役高校生でありながら自伝本出しとるみたいな。で、その自伝本を、1冊1500円で今販売してて、その収益を使って、今度、高校卒業したら、オーストラリアに旅に行こうと思ってて、で、その旅の資金を今、本を売って稼いでるとこです。本当に今、一昨日くらいにも完成して、今日からどんどんバンバン売ってくるんですけど、目標250冊、300冊、バンバン売って、そのお金で旅に行きたいと思ってます。もうね、出版社とかを通してなくて、路上とかこういうふうに手売り、あと知り合いにこう郵送するとか、それだけなんで、もう何の制限、例えば、言っちゃいけないとか、禁止用語を入れちゃいけないとか、そういうルールなんもないから、俺がいいなと思ったものを書いて、もうそのまま、今回のテーマは、あるがままに、無修正で、もう汚いこともエロいことも全て詰め込むっていうのが、そういうようなテーマで作った本なんですよ。もう世界に一冊の俺だけの本なんで、ぜひ読んでほしいなと、これ見てくれてる方にも読んでほしいなと思ってます。いいなと思ったら俺のツイッターのとこから売ってるんで、もしよかったら見に来てください。お願いします。最後に宣伝させて。これが今回俺が作った高校3年生の旅の自伝本です。タイトル、あるがままにっていう文字をもじってあるがままにっていうタイトルで販売してます。はい、僕高校生の40日間だったんですね。40日間の家で日記、これがサブタイトルなんですけど、本当にそのままで、
もう、なんだろう、日本一周がしたいっていうよりかもう、とりあえずこの家から、ちょっと離れたところで生活したいなっていうのが、最初の、なんちゅうの、最初のきっかけみたいな、そんな感じから始まった日本一周なんですけど、気づいてみれば、300ページ。いや、マジね、これね、10月中に完成させるつもりだったんだけど、もうバンバン打って、あれ？どんどん増えていくぞって思っていくうちに、いつの間にか300ページになってたね。いろんな、その日のツイートだとか、あとはこういう風にバンバン混じるってって、比較的読みやすいようにしてあるんで、うん、小学生でも読めるかな。難しい感じはないけど、ちょっと下ネタが多いかな、みたいな。ちょっと、ああ、という感じだね。うん、まあだから、ね、親世代の人たちは子供に読ませていいかどうか確認した上で読ませてほしいけど、まあ、そういう出版社とか通してないからさ、こういう風に書いてくださいとかそういうのもなくて、本当に自分が見てきたまんまの、だからあれ意外と日本でこんなもんなんだって思う人もいるかもしれないし、あ、日本面白いねみたいな、そう思ってくれる人もいるかもしれないけど、まあ、どうみんなが思ってくれるか俺としてはもう構わないわけで、そう、あれがままに無修正の日本をこういう俺の旅を感じてもらえればいいかなと、もう本の中から路上のアスファルトの匂いがしてくるようなそんな本にしてあるんで、ぜひ読んでみてください。あれがままにです。よろしくお願いします。Thank you.